なんかついてるな。あ、いた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 、来てる来てるよ。はい、今日は勝浦の元吉丸さんに乗って石投げ釣りに行こうと思います。元吉丸さんの情報が少ないんで、今日は情報をお届けします。出船の手順です。まず船の前に駐車して荷物を船に積み込みます。席順は船長の指示で座ってください。積み終わった順に駐車場に車を移動します。駐車場は、少し離れているんで、帰りはおかみさんのシルバーの軽バンに乗って戻ってきます。船に戻ったら出船まで準備して待っててください。わからないことは優しい船長に聞くのが一番だと思います。次は、下船の手順です。港に着いたら荷物を陸に移動します。今度はおかみさんの車で駐車場へ向かってください。車に乗って、船の前に来ましたら、そこで止めて片付けをしだします。片付けが終わったら、漁港の坂の上にある船宿の方に順次向かってください。弁当が用意してあります。昼食後、精算して解散になります。まあ、分かんないことあったら何でも聞いたら教えてくれますんで、こんな感じでぜひ石投げチャレンジしてみてください。はい、どうも、わたるです。いやーい、さあ石投げ釣り、石投げ釣りこれから始まっていきます。いやー、もう楽しみですよ。1年待ちました。去年はね、なんとか2匹釣りましたけど、今年はもうちょっと釣っていきたいですよね。なんと今日は、開幕部に遊びに来ました。さあそれでは釣り頑張るぞー。ラーメン食べましょう。さあラーメンと思いきや、今日は駒込のとんかつトンキに行ってきました。40年以上の老舗です。ロースカツ定食うますぎでした。おすすめ。それではこれ食べてパワーアップ。まつってるな。ごめんね、いるんで。いる、いるからちょっと。あ、あー、行っちゃった。あー、行っちゃった。あー、惜しい。あー、流れちゃった。イカがなかなか釣れません。サバちゃん釣れたけど、まあサバはね、シメサバにします。あー、取りたい。乗ってますよ。あ、乗ってます。重量が正しければ2杯とか乗ってるんですよ。めっちゃ重たいですもん。大逆転。いるいるいる、やった。いる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 。ちっちゃいけどいた。なんでめっちゃちっちゃいじゃん。
はい、今イカ釣り終えて小さいのを釣れましたね。さあこれから石投げ釣りやっていきます。さあまあね、死んでる餌でも釣れるんで、なんとか、石投げ釣りたいと思います。さあ石投げの場所へ向かってます。石投げ釣りのポイントですが、着底して2メートルから3メートル上げて待ちます。海底は起伏があるんで頻繁に底を取り直す必要があります。ドキッと失敗してしまうのは駆け上がりの時なんですよ。重りが255、だいたい1キロぐらいあって重たいんで、底について重り引きずってるとなんか当たって食われてるんじゃないかなって誤解するんですよね。これかっこ悪いですね。まあ、そこに重りがついた時って最初にまず竿がこう跳ね上がるんで、竿先よく見てもらって底を取り直してもらって、根がかりに気をつけて直行してください。まあ、特にね、重りが今高騰してますんで、だいたい1000円、いやもうそれ以上するんじゃないですか。根がかりには気をつけてください。当たってるけど違うんだよな。ああ、倒せよっか。いや、違うんだな。あ、いるな、いる。上げてみようかな。水深67m。まあ、釣ってんすか。
いたいたいた、来てる来てるよ。メダイ。よいしょ。よいしょ。うん、メダイ、なんかスズキみたいな感じですね、味は。はい、家に帰ってきました。いや、石投げ釣れなかったけどメダイが釣れました。メダイね、これメダイ何センチかな、60センチありますね。60センチ、まあいい方でしょう。うん、メダイが釣れました。さあ今日はこれをさばいてお刺身で食べたいと思います。はい、メダイのお刺身出来上がりました。イカがね、小さいの一杯餌にしないで持って帰りました。はい、メダイのお刺身、それからね、漬けにも今しております。多分うまいね。いやー、石投げ釣れなかったけどメダイが釣れました。それでは最後に釣り最高。乾杯。